好了，万众期待，相知羁绊吧，就等十年。準備は OK ね。じゃあ行くさ。木に登った私が燃えたゴーヤーっぽいものを投げるから、君は広げた網でキャッチ。そんな感じさ。簡単簡単。手伝ってくれてありがとうね。たっぷり収穫したら、取れたてのゴーヤーっぽいものを材料にした料理を振る舞うさ。この辺を縄張りにして、いろいろ栽培してる山賊っぽい集団の親分さんにちゃんと許可は取ってるさ。むしろ親分さんに腰を痛めてて収穫できないから代わりにやってって頼まれたさ。子分の人たちは他にも仕事があって忙しいみたいだしね。報酬も出るし、これも立派な仕事さ。カオンのみんなには野菜の収穫とかじゃなくて町の治安を守るために働けって怒られちゃったけど、でもね、カオンのみんなも美味しい料理を食べて満腹になればにっこり笑顔よ。なんくるないさ。じゃあ早速始めるさ。じゃんじゃんゴーヤーっぽいものを投げるから受け止めてよ。1、2、3、はい。あ、またあの何か気持ち悪い感じの光が、びっくりしてバランス崩しちゃったさ。落ちちゃうさ。はいたい。なんだかよく合うね。こんなところで何してるさ。私はまだ故郷に帰らずにブラブラしてるよ。近いうちにまた空手の大会があるしね。そっちにも参加するつもりさ。いちいち沖縄まで帰ってまたこっちまで来るのも手間だしね。ありがとう。頑張るよ。きっと優勝してみせるから君も応援してほしいさ。あー、君この辺で猫を見かけなかったね。私その猫にポーチを取られちゃったさ。どんな猫って？ずんぐりむっくりした感じの三毛猫よ。私のポーチを口にくわえてるはずだからさ、見ればそれとわかるはずさ。え、そこにいるって？そこってどこよ？うわ、木の枝の上にいるさ。悪い猫め、そこを動くんじゃないさ。ポーチ返してよ。さもないと三味線の材料にしてやるさ。私木に登ってあいつ捕まえるから、うっかり逃げられた時のために待機しててほしいさ。猫って身軽だからよ、取り逃がしちゃいそうさ。んじゃあ行くさ。よいしょよいしょ。ん、どうしたっけ？どっか痛いの？どうして顔を手で押さえて目をそらしてるわけ？え、なんでパンツ履いてないのかって？だから猫に取られちゃったさ。着替えてる途中だったし、手持ちの下着は全部ポーチの中だったわけさ。またぐらがスースーして落ち着かないさ。あ、私がパンツ履いてないから目をそらしてるさ。意外と紳士的だわけね。いいのに、別に見られても。うわ、四択してたら猫にキスされたさ。逃げられちゃう場合よ。このパンツ返せ。うわ、慌てた姿勢でバランス崩したさ。落っこちちゃう。ごめん、抱き止めてもらえて助かったよ。怪我はないね。一応無事にポーチは取り返せたさ。これでようやく文明人として最低限の装備ができるさ。私も別に好きで見せびらかしてるわけじゃないさ。
あげ、どうしたの？気絶しちゃったわけ？落下した私を受け止めたからね。衝撃で気絶しちゃった。っていうか、なんか鼻血が出てる。どうしよう。なんか服物は？パンツじゃダメだよね、やっぱり。ごめんね、ごめんね。さすがに今回ばかりはナンクルないさじゃ済まないさ。こっちの香織ちゃんはきちんとパンツ履いてるのか心配になるわ。あんたも災難だったわね。いや、むしろ役得だったのかしら。あんたって記憶喪失だけど、そっち方面の知識ってどのくらいまで戻ってんの？やっぱりちょっと嬉しかったりした？ねえねえ、黙ってないで答えなさいよ、このスケベ。おっと、あんたに意地悪してる場合じゃないわね。どうもタイミングが悪かったみたいで、こっちの香織ちゃんも木から落下してる真っ最中だし、さっさと目覚めてちゃんと受け止めてあげんのよ。もしかしたらまたご褒美がもらえるかもしれないしね。私気絶してたさ。ごめんね、木から落っこちた私をとっさに受け止めてくれたさ。怪我してない？あは、私もせっかくもいだゴーヤーっぽいものを守ろうとしたから受け身も取れなくって失神しちゃったさ。一生の不覚さ。でもおかげでゴーヤーっぽいものは無事よ。仲良く混沌してるうちに時間が経っちゃったし、大急ぎで残りも収穫しないと。木に立てる？よしよし、まだ元気さ。気を取り直してゴーヤーっぽいものの収穫を頑張るさ。ん？何？え、パンツ？パンツがどうかした？私ちゃんと履いてるさ。たまに忘れるけど今日は大丈夫さ。ほらほら履いてるさ。君なんで唐突にパンツの話なんか。意外さ、君も男の子なんだね。女の子のパンツに興味あるさ。君木登りできる？できんくても覚えて、私が教えるさ。だから木に登ってゴーヤーっぽいものを潜るのは君がやって。今日の君はなんだかエッチーだから、私が木に登るとパンツ見るでしょ？見ない？本当に？いや、別にスカートじゃないからパンツ見えるとか気にしなくてもいいんだけどさ。でもなんか急に恥ずかしくなったさ。なんでだろう。君以外になら誰に何を見られても別に気になんないのに。来来来来来，评审请给分一到十分，我给满分，这可以。哇，评审马上被内裤诱惑了。哎，阿吉老师，你要说什么？你刚刚没看到？嚯，雷！